長野県情報宅配便窓口は佐久地域振興局です。この番組は佐久地域振興局の提供でお送りします。今日は長野県からのお知らせについて佐久地域振興局総務管理課の和田由依奈さんにお話を伺います。和田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。春の自転車事故防止についてお話しいただきたいと思います。お願いします。はい。 新年度が始まる春は高校生を中心に自転車事故が多く発生します自転車も道路交通法では軽車両に位置づけられ車の仲間です長野県では自転車損害賠償保険等への加入が昨年の10月から義務付けられていますご自身やご家族の保険状況を確認しましょう特に出会い頭の衝突事故が目立ちます 交差点での一時停止や安全確認を必ず行うようにしましょう。わせて自転車に乗る機会の多い皆さんには次の5点に気をつけていただきたいと思います。1自転車は車道化原則、歩道は例外2車道は左側通行3歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行4子供はヘルメットを着用5安全ルールを守る2人乗り、平身 飲酒運転、傘差し運転はもちろん、スマートフォンを操作しながら、イヤホンで大きな音を聞きながらの運転も大変危険です。ご自身の安全はもちろん、中学生や高校生で自転車通学をされているお子様にも、お出かけの際には一声かけてあげてください。また、作合同庁舎では、交通事故に遭われた被害者、及びその家族の皆様を救済するため、毎月第2金曜日、午前10時から午後3時まで、 交通事故巡回相談を行っています交通事故により生じたさまざまな問題や悩み疑問などの相談に応じ専門の相談員がアドバイスや説明を行います相談内容の秘密や個人情報は固く守りますので被害者の方も加害者の方もお気軽にお問い合わせくださいなお前日までの予約が必要です詳しくは佐久地域振興局総務管理課県民生活係 電話番号0、0 2 6 7 6 3 3 1 3 3までお問い合わせください、はい、春の自転車事故防止について、ね、本当に、まあ、特に自転車通学、ね、まあ、通勤の皆さんもそうですけどね、まあ、ふわふわっとした感じがする春の、ね、<laughs> 季節でもありますから、十分気をつけていただきたいと思います。<laughs> まあドライバーのの皆さんも、ね、春の時期運転気をつけていいいたただきたいと思いますよ さあ、和田さんと一緒にお届けしていきます長野県情報宅配便続いては、なくそう、望まない受動喫煙ですはい、望まない受動喫煙をなくすため4月1日から喫煙に関するルールが変わりました主な改正点は、飲食店を含むほとんどの施設が原則屋内禁煙20歳未満は喫煙エリアへの立ち入り禁止 喫煙室がある場合の標識刑事義務化などです違反者には最大50万円の過料が課される場合もありますご理解とご協力をお願いいたしますはい受動喫煙ということでねまた4月1日からですねルールが変わっておりますこちらね、えー、しっかりと確認していただいた上で、えー、行動していただきたいと思いますえー、続いて特殊詐欺被害防止についてですはい 長野県警察特殊詐欺防止対策室からのお知らせです警察官銀行協会職員を装いあなたの口座が犯罪に利用されキャッシュカードの交換が必要ですと電話をかけキャッシュカードなどを騙し取る特殊詐欺の被害が増えています騙されないためにも留守番電話を設定し犯人からの電話に出な,出ないようにしましょうはい 特殊詐欺被害防止についてのお知らせでした。まあ、特にね。1人暮らしされてるって方はね。十分気をつけていただきたいと思いますしね。騙されないっていうね。そういう気持ちをしっかりと持っていただきたいと思います。さあ、今日は長野県からのお知らせについて、佐久地域振興局総務管理課和田衣奈さんにお話を伺いました。和田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長野県情報宅配便窓口は佐久地域振興局です。 この番組は「作地域振興局」の提供でお送りしました。